はい、こんにちは、自由シーカーです。今日のビデオはですね、自己嫌悪ビデオですかね。私ね、もう言ってることとやってることが違う。そんな自分が嫌、実はうんざりっていう感じなんですよ。で、この、Eメールはですね、こう、なんか、ファーストリスポンスチーム、最初に、こう、手を挙げてくれた人っていうか、最初に、返事を書いてくれた通訳の人たちに、仕事を優先的にあげますよ、みたいな、そういうメールが来たんですよ。なんか、意味がわからない。なんか、そんな E メール出さなくても、なんかまあ仕事、まあスペイン語の通訳なり、日本語の通訳なり、私は英語と日本語だけなんですけども、できますとか やりたいですって、日にち OK なのでできますとか、やりたいですとか、そういうふうに、いつも通りにすればいいのになぜか、こういう、ファーストレスポンスチームに入りたい人とかって言って、で、それで返事が、この返事あんま詳しく、ここまでちっちゃいと見えませんよね。っていうと、私間違って訳してしまう危険があるというか、で、私、言葉の選び方もあんまり上手じゃないんですよ。なので、ちょっとね、こういう遠いところから移しますけれども、でですね、政府、でもなんでこう、そもそもこういう E メール出したんでしょうね。みんな怖がって、通訳したがらないんですかね。コロナウイルスとかそういうの。まあ私も、今、まあ、できませんって言っちゃったの、3回か4回ぐらいできませんっていうか、できるできないの方でできませんの方に、チェックマークしちゃったことがあるんですよ。で、それはですね、病院の中って結構職場のいじめとか職場のハラスメントとかすごい多いんですよね。一般的によく知られてるのはナースブリングっていう文なんですけども、まあね、意地悪な看護師さんがもう看護師を いじめたり、新米のお医者さんをいじめたり、患者さんをいじめたり通訳をいじめたりとか、そういうことがあるんですよ。まあしょっちゅうってほどでもないですけども、私がお世話するっていうか、まあ日本の奥方様ですかね、その1年に5回も6回も日本に帰る人たちが結構いるんですよ。で、なんでそういう人たちのために私は命を縮めにはならんのじゃとか思ってですね、まあ今はできませんとか言ってたんですよ。ところがですね、この E メールを通訳会社からもらって、あ、はい、やりますとかって、でそしたら最初に手を挙げてくれた人に、このグディバッグっていうと何でしょうね、日本風に言う福袋って言っちゃちょっとそれも間違ってますよね。福袋ってお正月ですもんね。で、なんか、グリーバッグね。はい。で、その中身がですね、サージカルマスクって、外科用のマスク、手術用のマスクで、ディスインフェクタントハンドスプレーで、あとはウォーターボトルズ。って書いて あるんですよ。で、これは別に、このサージカルマスク、ディスインフェクタントハンドスプレーで、ウォーターボトルズで、なので私取りに行くって言っちゃ取りに行くって言って取り行ったんですよ。いや、本当私も断捨離とか、まあ、断捨離とミニマリズムって、まあ、似てるけど、まあ、ちょっと違うとかそういうのあると思いますけども、もう私も物を減らすようにしてるんですよ。
例えばこれが私の玄関ですよね。でこれがうちの、テレビですよね。物が少ない、まあ、こっちにね、今本棚を映したんですけども、こうやって物を減らしているのにまたこういうのを受け取りに行ってしまいましたよ。もうね、こういうもうこんな自分が嫌って感じですよ。言ってることとやってることが違うっていうね。でここウォーターボトルズって複数形で書いてあったのにお水1本だけでしたねとかって、もう私だってもうすぐに頭が真っ白くなって、もう文法だのなんだのちょっとおかしい時もうしょっちゅうあるくせにね、こうやってはい。でこれは1、あ、ちょうどまあ 2組ってことですね。これ髪の毛染める時の分じゃないですか。でこれサージカルマスクって、まあ、これ使い捨てマスクですよね。でいやー、こないだ使い捨てマスクしてる人でちょっと口元が湿ってるの見て本当気持ち悪いなって思ってしまいましたね。でこれはスプレーなんですかね。これはスプレーなのか。でこれがティッシュペーパーですね。ミニティッシュ、これは助かりますね。辛いものとか食べちゃった時に、まあ朝とかね助かりますもんね。で、あ、これで空っぽだ。これで空っぽになりましたけども、でこれ OK ですね。はい、まあこれね、こういう感じですね。でも私早速もうせこいことを考えてしまうんですけども、これと取れる、これ取れるからよかったなとか思うんですよ。でまあ こっちの分は スプレーじゃないですけど、多分これがスプレーなんでしょうね。まあ、なんかバッジとかワッペンとかそういうのが欲しかったなとか思いますけどもね。何これ、これ何気にちょっとこれインセルじゃなくて、あ、ナイスですね、これね。はい、ちょっとインセルって書いてるのかと思いましたね。で見てください、この PUA って書いてあるように見えませんか。なんかこれピカップアーティスト PUR、 うん、あ、PUA、 ピュリファイドウォーター、これインセルですね。こういう感じですね。もうね、多分このバッグはあんまり、うん、買い物バッグにもならないと思うので、多分これはリサイクルショップに寄付すると思いますね。でこういうもうどっか寄付することになるって分かってるのにこうもらいに行くっていうね、もうこんな自分が嫌っていうね、こんな自分が嫌シリーズっていうのできるかもしれないですね。まあ例えばですね、視聴者のまゆみさんご存知だと思うんですけども、うちの主人はですね、どこかでなんか粗品みたいなものをもらうと嫌な顔するんですよ、うちの主人は。でたとえその粗品を使う、ちゃんと使うとかちゃんと食べるとか家に物が増えないようにしてるのにもかかわらず嫌な顔をするんですよ。でなんかなんかのイベントとかが中止になった時に、あ、これで粗品がもらえないから主人に怒られなくて済むとか、そういうことをほっとしている、そんな自分も嫌だなって思いましたね。まあ言ってることとやってることが違ってしまって、もう嫌なんですけどもね。まあ昨日の動画でもうまく言葉にできてないんですけども、まあ私は家族持ちなんですね。日も手上がりの既婚者で、まあ、子供が13歳であると。でそれでもまあ反出生主義去年ぐらいからちょっと聞いて、でやっぱりまあ、興味があるんで文章になっているものは読むし、動画になっているものは聞くしって、まあ、そういうことをしてるんですよ。まあそうですね、まあ確かに
誤解されやすい考え方なんですかね。その、反出生主義で、反出生主義に興味のある人はみんな子供が嫌いなのかっていうとそうでもないし、まあ、私なんかもう親バカですからね。でも それも、どうでしょうね、役に立つ情報でしょうかね。そのやっぱり子供が嫌いな人とか子供が苦手な人が子供を持った時に、私若い頃は子供苦手だったし嫌いだったんですよ。だけど実際自分が親になってみると親バカになってしまうという、もうデレデレになるんですよね。でそうならないで辛い日々を送っている人も、いるらしいですけれどもね。そんなことでございます。はい、言ってることとやってることがね、はい、違って、自己嫌悪に苛まされるっている方、私もそうなんで、はい、ということでございます。ありがとうございました。